MID チャンネルをご覧の皆様こんにちは。フォルクスワーゲン川越の片桐でございます。本日は4月16日に発売となりました、新型ゴルフトゥーラのご案内をさせていただきます。よろしくお願いいたします。まずガソリンエンジンに変更がございます。これまでの 1.4 リッター TSI エンジンから新世代の 1.5 リッター TSI エンジンへと変更となっております。またこちらの展示車なんですが TSI ハイラインというグレードになりますが、これまでのハイラインとアルミホイールの形状が変わってまいります。またフロントリアともに新しいデザインのエンブレムが採用されております。これに伴いましてモバイルオンラインサービスの Wii コネクト、Wii コネクトプラスが設定されております。続きましてメーターですが、いよいよトゥーランにもデジタルメータークラスター、デジタルコックピットプロが搭載されます。またディーゼルエンジンに関しましては 2.0TDI が採用されておりますが、このディーゼルエンジンに組み合わされる DSG ですが、これまで6速の DSG だったものが7速化いたしますので、よりスムーズな発進が可能となります。ボディカラーにも変更がございます。これまでございましたシルバーですね、リフレックスシルバーというボディカラーが配色となりまして、新しく追加されるボディカラーが2色ございます。ドルフィングレーメタリックとキングズレッド、この2色が新しく追加されます。皆様いかがでしたでしょうか。本日ご紹介をさせていただきましたゴルフトゥーラン TSI ハイラインですが、431万9000円の車両本体価格となります。店舗の方に展示車ございますので、ぜひご覧いただければ幸いでございます。ご視聴ありがとうございました。